前はめた方がいいっすよ。お互いにシールドがあるんで、左側の方がいいっすね。うん、パワー次第っすね。ねえ。お一人様、お一つまで。おお、狙いやすいです。すげえいいやん。めっちゃいい。あの、奥側を手前にやりたいので、手前を左右交互にジグザグやってます。あ、もう取れますね。これパワーも入ってるからいいっすわ。ね、うん、すげえ取りやすい。良心設定。めちゃめちゃいい。バランスキャッチも出そう。見せてくれますか。見せましょう。バランスキャッチ。だったらだらだら。はい。イエーイ。いいじゃないですか。この形はね、クレーンゲーマーが見たら興奮する形っすよ。手前を。あ、おーい。揺れる。すげえ。超プラプラ。プラプラでもう取れると思う。プラプラで。プラプラ。うわすげえ、やば激ヤマって書いてる。激ヤマや料理で楽しいな。これ何これ、入るくない普通に。これ普通に取れるくないですか。あー強っ。狙い通りにできたかな。ガシャン。これこういう遊びでしたよ。これ一番下まで下がるんかな。おお下がる。おおすげえ。あ、これが本来の遊び方なんじゃないですか。なるほどね。やばい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 、すげえ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 、3つ3つやばいやばいやばい。あーあああミニオンやバナナかと思った。これあれっすね、ないですよね。これフィギュアの取り方熟知してたらいけますね。あ、手前ですか。よすぎました。おお腰が奥の腰でも沈みましたよね。たま、たま、たま、はい。スペード目がないのが楽しいですね。逆に言うと、スペード目ないと動き回るってこと。あー、そっちかー。そっちに行ってしまったらあかん。あの取り方ね。あ、いけるじゃん。ただここで注意点は、爪が。爪が既定品の縁に当たらないこと。おー、うまくいきました。あ、いいんじゃないですか。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。あ、パワーも入ってるっていうことですね、これ。ねえ、めっちゃいいやん、この設定。やば、作った人結構してほしい。あ、やばい。おお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 おいけ、しよ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 し。いいんじゃない。手前に来い、手前に来い。いいよ、時計来た。あーでも面白い。わ、これすげえ。時計のケース、貯金箱にもなるんや。すげえ。いや、使いどころ満載じゃないですか。めっちゃいいですね。よいしょ、わー、おっしゃ、むっかなり手前でいきますか。これ、いいんじゃないですか。あ、いい、これで手前に転がればいける。お願いお願いします。あー、マジか。やってみよう。じゃあ、俺もクリチューさんと同じ。いいですなー。あ、うまっ。あ、完璧じゃん、これ。え、いいじゃん、これ。はぁ、あ、逆逆逆左が疲れ。あー、いけ、いけ、ダメ。うわ、ここにして、ここら辺をいける。なるほど、景品の特性をね、利用したわけですな。な、素晴らしい。オッケー、入った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 よ。これ気持ちいい、これ気持ちいい。え、待って、よっしゃー、うまっ。はい、うまいね。やば、これ。僕は自由度っすよね。爪全然よく取れましたね。よく取れましたね。これね、ここが後ろ浮いてるんですよ。はい、あ、押せばいけるってこと。はいはい、分かりました。お、曲がりましたね。お、いけるな。これすぐですね。お、来た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 、取れる取れる取れる。いいよ、終わったらおいで。押せ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 。こちらはハイエナでございます。奥がね、滑り止めないんですよ。なんで、そこをね、うまく使って落としていきます。クレチューはと言いますと、あっちで同じ設定を攻略しております。さあ、オンクレの落とし方でいきますわ。で、奥に滑ると。うわ、クレチューいなくなった。左アームで上に持ち上げるイメージで。よし、ギリギリ。オッケー、これがギリギリです。よっしゃー、お皿いきます。一手目が大事。 OK、
狙うとどうなるでしょうか。もうちょっと角度が欲しいですね。ケイ、ハッピーターンで始まっちゃいました。行ってきます。行ってらっしゃい。俺こっちで始まっちゃいました。お、来たんじゃないこれは。早っ。え、ちょっと待って、クルチューさん、それやり方ドラッグしちゃった。全部取りましょう。あ、来た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 来ましたよ、皆さん。押したい。あ、いけるいける。もうこれの繰り返しですね。気づいちゃったかもしれない。あそこの隙間に爪が入れば。入った。これ手前から落とせないかな。やったー。気持ちよすぎる。もう一回のクレーンゲーム講座。はい、最短は多分ですけど、はい、まあ、こっちギリギリ。おお、この辺、はいはいはい、多分ね、やった感じ、はいはい、で、下側を大きく反動させると。おいおいおい、おー、うまっ、うまっ。これはこれでいいんですよ、はいはい、次に2パターンあって、はい、景品を立たせるか、はい、もしくはあそこの隙間、下の隙間に入れてあげる。どっちタイプですか。僕はここのあそこのDリングちょい奥をギリギリで狙った、ここの角持ちですね。おお、あー、うまい、うまい。え、うまっ。あ、いいじゃないの。これちゃうじゃないですか。これちゃうじゃないの。僕滑り止めないんで、はいはいはい、あー、うまい。で、うわ、ずりずりと。うわ、決まっちゃうこれ。あ、次、あ、次だ。楽しいっしょ、ね、でもここまで来たら、ね、また左の角を払ってあげれば4手で取れるんじゃないでしょうか。あ、うまい。あ、来た。イエーイ。さっきのおさらいします。限界ですか。あ、手前かな。手前か、うん、そう、手前やっちゃった。でもね、俺さっきそれでも取れましたよ。マジですか、うん、今度はね、横にはまりますね、それだと。やっちゃった。そう、おお、なるほど。ここだと多分ね、手前がなかなかしづらいんですよ、ね、なるほど。あ、右結構寄せて、ヒーリング右奥ぐらい、うん、あんまいいんじゃないですか。やばっ、いけ、うわ、お、いけ、いけ、いけ、やばっ、よし、やばっ、お、お、滑ってる、これは、これは新しい取り方できましたね。これは、カタールしかやるかも。あ、いけた、うまい、いけた、いけた。お、来た、来た、来てる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 、よし、お、うまい、よっしゃ、おーい、ナイス。じゃあラスト、狙い通りにできてないっすね。ねえ、行きますか。あ、お、いいじゃないですか。リフトアクション。おお、あー、これさ、一回くるんってなって、もう一回くるんってなったら落ちますよね。そうですね。左結構パワー入ってないんですよ、意外と。け、あ、あ、これはまたチャンス、またとないチャンスよ。お、来た、あるぜ。はい、よし。一手でこうなるのなんでやめんかったんやろ、ね、俺ら。ガ、ね、乗り上げラストできてよかったです。よかったですな。これね、でもねじれひどくて、ほら、ね、間に入れるゲームっすよ。惜しい。ラスト、あ、うまい、しゃ、めっちゃうまい。あ、これいけるわ、これいける。やめねえ、帰れんやん。これね、ちょっと運ゲー入ってましたわ。カバー強いですね、意外と。お、来た、うまい、うまい、うまい、ずれるんです。お、うまい、来た、これ来た、イエーイ。押しの強いさ、UFO9 か、あのクレナに入れてると、で、加工制限結構緩かったら硬いんですよね、はい、タグ大きいから、普通 あのぬいぐるみのタグと比べて、うん、めっちゃ押しやすいんですよ。意外と重量ありますもんね。そう、重さ関係なくめっちゃ動きますもん、はい、むしろ重い方がなんかこうしっかりこうガードされるから、はいはいはい、ぐるって動くかもしれない。なるほどね。うまいっすね。いいですかこれで。うまい、きた、おーし、当てっかい。左は当てるんですよね。そうです。で、右を中に入れる感じです。そうそう、うまい、めっちゃうまい。あ、来た、めっちゃうまい。これの修正は右
右をちょっと寄せて。あ、いいね。あ、バッチリ。あ、いい。これ来た。いいんじゃない。これ来た。よっしゃ。よっしゃ、来た。よっしゃ。イエーイ。先週か先々週ぐらいに下見に来たんですよ。はい、で、その時にお菓子の賞味期限が6月6日ぐらいが暑いと。おい。次はサンゲームス天文館庭の方へ移動したいと思います。移動行きましょう。ここまで来い。なんでそこについた。他についたよ。ということで時刻は10時20分になりました。今からサンゲームスどうしてだ。マジか。じゃあとりあえず今日回った店舗は9店舗か。一旦じゃあ家の方に帰りましょうか。はい。よし、そろそろ集計しますか。はい。じゃあ、ちょっと数えていいですか。うん。おそらくですね、88個でした1日で。今宵もまた伝説が誕生しましたわ。ということで、まあ、88個ゲットしたから、うん、88個攻略法はできたと思うんですけど、うん、まあ、100種類って言ってるんで、うん、まあ、ちょっと失敗のシーンもこう合わせて100種類と、うん、なるように編集の方頑張っていきましょう。はい。鹿児島をめぐる攻略100種類ツアー第1弾はね、このような結果となりました。もしね、好評だったらこれね、2回3回とやっていきたいと思いますので、ぜひね、面白かった方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、第1弾以上となります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイバイ。勝ち負けた。Change our life. It's a lie. Nothing gonna change the world. Time after time again. It's a lie. We all share the world.